このプロジェクトの特徴は、福島県外の方に「inJapan」と書いたもののバッジをつけてもらう、それによって支援をしていただく、それを原資として福島のバッジを作る、でそれを福島の関係の方々に無料で配ってつけていただく、そして意思表示をしていただくというのが特徴なんですけれども、始まったのが5月ぐらいでしたので、ちょうど首相官邸前のデモと大体気を一にしたというか同じくらいだったんで、そちらに持って行って上りを立てて、それでこういうことでっていうで、意外と多くの方々に賛同いただいて支援をいただきました。でそれでも福島のをまた作れるっていうふうなことで始まってきたんですけど、途中に伊方ですとか、大井とか、よそのところも作ろうというのがあって、それも作りました。それからもう一つ、当初に考えていた、議員さんですね、議員の方々に、つけていただこうということで、今は福島県議会、それから福島市議会、二本松市議会、郡山市議会、それから南相馬市議会には、それから浪江町議会さんにも議員さんにこうつけてもらうように届けている、市民の方、町民の方々がつけていただけるようになる、それが目的なんですが、いつまでにやらなくちゃいけないっていうことは我々は決めてません。地道にやっていって、例えば福島はこうなんだけれども、大井はこうだとか、限界はこうだとかっていう、それぞれの日本中の原発立地に関するそういうところの方々がその反対運動をきちっと意思表示できるようにしていければいいなと、それが大きな目標になりますね。